皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。アクセスです。今回もねガシャを引いていく動画になるんですけども、本日、11月23日の、12時からね、優勝の、レアメタル限定のガシャになるんですけども、 SSR は確定するガチャが、ね、来たということで、ね、1回分だったらねとりあえず足りるので、ちょっと、ね、引いていこうかなと思います。提供割合を確認。グレモリー、ヤシロボシ、グレーズカ、グシオンリベイクは入ってないですね。OK です。最初の多分期待だけかな。まあでもね、確定枠がね、ちょっと美味しいんでね。まあこの中だったらやっぱり第4形態持ってないから、第4形態が欲しいですね、バルバトスの。こいつ、こいつ、この子、この子。よし、じゃあ引いていくぞ。いやー、よかった。ちょうど1回引ける分あって。じゃあ、引いていきます。演出はこれもう充血の飽きた。これがお前の力は、これが大当たりのやつで、バルバトスの目も光っていく。これはこの演出が出るとおそらくほぼ確実にね、SSR は出るという感じでいいと思います。よし、いけバルバトス。確定枠があるからネガワークまで2機以上出てくれると私としては助かるんですが、確定枠は黄色、あとはあとはダメそうだな。いや、まだわからない。まだわからない。まだわからないよ。グレイズ。グレイズ率高めがやっぱり種類少ないか知らんけど。で、100連、また間違ってる読み方。100連ありがとうございます。融合が出た。まあでもあれだな、一覧変換することになるだろうな。グレイズ多いな。グレイズ率マジで高い。いや、これはグレイズリッター。これ持ってないな。持ってないよね。グレイズリッター。はい、次は何でしょうか。グレーズ率高いレアの。レアもうグレーズしかねえじゃねえかっていうレベルで、グレーズ率が高いですね。まあね、第4形態さえ出てくれればね、私としては同じ。シュバルベグレーズのマクギリスもいいな。できれば持ってない機体が欲しいところでございますけど、ガンダムフレームお願いします。ガンダムフレームではない、グレーズフレーム。あ、これも当たり機体じゃなかったか確か。シュバルベグレーズですよ、これの、何だったっけ、何機だったかな。さあ、名前は何だ。あ、シクラズギ。これも確か当たりだった気がするな。よし。じゃあ、ちょっとね、確認していくので、ここから確認できたっけ。できないね。よし。モビルスーツ画面まで。カットだ。というわけで、シュバルベカスタム、シクラズギですね。グレーズじゃないのか、シュバルベ。カスタムなんだな。ということは、シュバルベグレーズよりも強化型の機体。で、弱点の武器が、斬撃か。必殺技が 500% を仕上げてます。他の機体のパーセント見てないから何とも言えないけど、火力はある方なんだろうか。で、コマンドスキル1が、2連量産型ライフル。敵点2回 100% 兵器ダメージ与える。で、対象で、確率で2ターン内で行動不能ベータ。これだなぁ。マックゲリスのセロってことか。とか、両方ともあれだな。2つ目のコマンドスキルも。3ターン内で確率で1体の攻撃を。これはマックゲリスを乗せた方が良さそうですね。マックゲリスも確か、弱体効果が生きるキャラなので、モビルスーツ特性。これはこれも上げないといけないのか。これはリンクレベルを上げればいいのかな。違うか。あ、これもしかして、モビルスーツ重ねたりしたら上がるのかな。防御力強化、10% 上昇と、18% HP 上昇する。まあ、腐ることのないスキルだと思いますけども。重ねがけな、多分できると思うんだけど、やったことないんだよな。リンク特性。これはまあ上げなきゃいけないから、リンクアイテムで上げないとね、発動しないんであれですけど、リンク特性するか、反撃か。バトル開始時5ターンの間、反撃攻撃をする。まあこれはしばらく多分使えないからな。いや、HP100% だけに、被ダメージを 12% 減少。ということは、回復効果のある機体がいると、生きてくることもあるんかな。あ、でもこれあれか、障壁でしたっけ、バリアを付加するやつ。あれがあれば、障壁切れるまでずっとカットできるから、障壁とかをつけるといいのかな。 HP 強化も、これも結構大きい、HP の腐ることないスキルなので、やはり行動不能負荷できるのは強いと思うな。やはりマクギリスを乗せるということのが。というわけでね、シュバルベカスタム、無事引き当てることができまして、ありがとうございました。いや、優勝ジェムな。まあ、もし課金して、また引けることがあればね、引こうかな。やっぱり第4形態欲しいですからね。まあ、課金してる人はもうここでね、バンバン引いていくといいと思う。
うん、確定ガシャはね、多分なかなか来ないからな。でもまあ、今後確定ガシャはやっぱ優勝限定のガチャになって、そのからステップアップとかも来るかと思うんですけども、無償ジェムが、あ、無償クリスタルが、レアメタルか。無償レアメタルがね、どこまで生きてくるかわかんないですけど、まあ、貯めれる限りはね、貯めておこうかと思いますけども。というわけでね、今回もありがとうございました。今回もバトルねえのかよっていうツッコミが入りそうだ。バトルね、何取ろうかなっていうの迷ってるところでもあるんですよ。まあね、お疲れ様でした。まあ、良さげなね、バトル動画撮れそうならまた撮ろうと思いますけど。なんかまたガシャー動画になりそうで怖いな、次も。というわけでね、お疲れ様でした。